海と日本プロジェクト in 福島。福島県の海の魅力、私たちにとって大切な海に関する取り組みを紹介します。今回は5月4日にいわき市内で開かれたイベント、ロントヤで大漁旗にお邪魔しました。港町小名浜の文化を伝えようと、河川敷にはおよそ200枚の大漁旗が並び、活気に満ち溢れています。昨年からどんとやれ大漁旗ということで、まあ、若い人たちがどんどん少なくなっていったということもありまして、まあ、大漁旗を上げてちょっと若い人たちにも地元のイベントというかお祭りに参加していただこうということで始まりました。ステージでは高校生たちによる伝統芸能やフラダンスが披露されました。この大漁旗祭りのために毎日、練習してきて、私たち表情とかそういうのを気にかけてお客さんを笑顔にするために頑張りました。会場内にはいわきの物産や加工品を販売するコーナーもあり、多くの人でにぎわいました。小名浜っていうのは漁港として発展したというような歴史もありますんで、大変嬉しく思います。これが本当に地域の文化の継承みたいな形でね、5年10年という形で続けて、今日のイベントに参加してくれた高校生4つで、地域の農業漁業で頑張ってる人で、小売業の人、そういう人たちと一緒に地域のもう発信するもう元にしたいと、まあ、そんな感じに持っていきたいなと思ってます。もう幼稚園、小学校、中学、高校と、僕はずっとこの小名浜から離れたことないんで、海とは心が安らぐっていうのかな。海と日本プロジェクトのホームページでは様々な情報を紹介しています。ぜひご覧ください。ここでお知らせです。いわき市のかまぼこメーカー紀仙の直売所に、今月から海と日本プロジェクトロゴ入りのかまぼこが並んでいます。地元の海を大切にする紀仙のかまぼこをぜひ味わってみてください。